はい、えー、こちらね、ちょっとね、これから僕、朝ごはんをね、食べようと思って、えー、これから動こうかなと思ったんですけど、あまりにも、まあ、びっくりというか、まあ、衝撃を受けたんで、えー、このコメントを読んで、ごはん、朝ごはんを食べていきたいと思います。はい。えー、伊藤あここさん、どうもです。えか、ー、ぶさん、ご紹介ありがとうございます。えー、影山くんは、ローリー先生だけではなく、 カロリーナ・コストナーさんからも、ステップのレッスンを受けているようですよ。ああ、いいですね。僕はコストナー選手も大大大好きで、本当に芸術的なスケーティングをされるせ方,な方なので、いや花の、花もね、花とかオーラが本当すごいありますから、いやー、素敵ですね。うん、羨ましいです。でね、IGS で、 練習の後のくたくたな可愛らしい様子を上げていました、えー。コストナーさんの指導は楽しみしかありません。いや、楽しみですね。どういう感じの指導になっているのか気になりますね。うん。あのー、本当に新しい門を開くと思いますよ。うん。鍵山くんに足りなかったところを存分に発揮してくれるような、えー、指導とかになってくる気がしますね。かなりこう、また、 鍵山くんのスケーティングが非常に美しいですけど、コストナー選手とは全く違ったタッチをされていますので、まあ、どういう振り付けになるのか、またこう、あのー、手足の使い方、手足の使い方が、まあ、かなりこう、コストナー選手は華やかですので、えー、そこら辺をですね、かなり指導してもらって、 表現力の幅とかをね。広げていくのかなっていう感じがあるので、これはまた新しいしょう。まあのゆうまくんが生まれる気がしますね。うん。ゆうまくんなら必ずステップ上手くなりますね。もう十分ね。ステップシークエンスすごい上手いんですけど、まあそこにこうまあさっきも言ったような。上半身のアプローチとか他のアプローチが加わってくると思うんで。で、まあ、これはですね。かなり。 楽しみで斬新なものになってくそうな気がするんで、えー、僕はですね、えー、朝ごはん、えー、遅刻返上で話してるんですよ。うん、はい。エミリーさん、ありがとうございます。エミリーさんからも、ユ、えー、まマ君はローリー・ニコルさんとカロリーナ・コストナーにしごかれているところみたいですよということみたいです。えー、っと、カロリーナ、まあ多分コストナーのことだと思うんですよね。えー、っと、トロントにいる いうことはカロリーナ・コスタナーさんもトロントにいるということですかね。ねえ、ちょっと気になりましたね。うんカロリーナ・コスタナーさんは今、イタリアではなくて、カナダのえー、っとトロントで先生されてるっていうことか、あるいはまあ、世界中と飛び回ってますからね。まあ、日本にもね、いったん来たことありますよね。えー、合宿か何かで。うん子供たちを教えていました。うん はい素敵な、あのー、スパイラル、えー、素敵なスパイラルとかもね、されてましたよね。えクタクタになってソファーに古典となっているところがインスタに。えー、振り付けですよね。楽しみです。えー、結構やっぱりかなりしごかれてる感じですね。うん。まあでも、相当気になりますね。うん。伸びやかなスケートに加えて上半身の美しさとか、あの、まあ、ローリー・ニコールの世界っていうのは、まあ本当にこう幻想的であり、こう、 はい、えー、というわけで、えー、僕はゆうまくんの振り付け楽しみなんで、えー、またですねあの最新情報とか動画があったら見ていきたいと思ってます。